皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いいたします。今日の動画ブログは、ホステス心得帳おもてなしの条件というテーマでお届けいたします。大阪市北区に北新地というところがあるそうです。私は知りませんでしたが、先日ネット上のニュースを賑わしていました。この北新地は高級クラブや料亭が並ぶ大人の社交場として有名なんだそうです。さて、話題になっていたのは北新地社交場員、社交料員協会というところが発行している冊子です。この冊子はホステス心得帳おもてなしの条件といい、ホステスの質の向上を狙い配布しているものです。冊子は48ページで、美しさの度合いと個性、お客様との応対、飲み方と飲ませ方、座待ちのテクニック、同僚からの評判、お客様との私的交際、あなた自身の私生活、経済生活の設計、プロとしての資格、ベカラズ州33箇条、この10個から構成されています。このように、ホステス業界の様々な処世術が紹介されていますが、これは一般社会での心得にも通じると、来店したお客様にも大好評だそうです。この冊子ですが、早速私も入手しました。実は北新地社交料員協会のホームページからダウンロードできます。この中で特に注目したのはお客様との対応です。ここで書かれていることは商売繁盛の基本的な法則です。一般企業でもそれは変わりありません。今日の本物の商売を目指すポイントです。例えばお客様の名前は一度で覚えること。一度覚えたら3年間は忘れること。そして覚える工夫としては、一つ目、繰り返し名前を言いながら話すこと。二つ目、さりげなく名刺をいただくこと。三つ目、覚えるまで名刺をしまわないこと。四つ目、役職名を間違えぬこと。私は相手の名前を覚えるのが苦手でした。ですが、これと言って覚える工夫をしていませんでした。営業マンならば名刺交換をしたら、会話の中で繰り返し相手の名前を言う、覚えるまで名刺をしまわないというのは有効でしょう。また、3年間忘れることというのも一般企業では教えてくれませんが、これも大切なことです。次に、好みのお酒や嫌いなおつまみは忘れぬこと。二度目の来店の時、注文のお酒の種類を聞くようでは落第。前回来店された時の話題と一緒に来られたお連れ様の名前を覚えていること。まさに一人一人のお客様の好みを知ること。つまりですね、前回来店時の話題をするというのは、まさにワントゥーワンマーケティングの世界です。お客様の興味を示す話題に集中し、あなたの興味本位にならぬよう注意すること。相手によって応対法を変えよ。賑やかなことが好きな人、静かに話すことが好きな人、黙って触ることが好きな人、いろいろである。ワンパターンの接待法ではお客様は飽きてしまう。これなどもいかにしてお客様を観察してお客様を心地よくもてなせるかということです。さらにこんなことも書いてあります。お客様の服装、持ち物について正確な値踏みができること、そしてそれを少々オーバーに評価してみせること、ただし知ったかぶりをしてはいけない。これは経験と情報収集が必要ですが、一般企業でできる人は少ないでしょう。これも肝に銘じたい言葉です。お客様とお客様の関係を間違えぬこと。間違えたら詫びても済まぬ場合が多い。
信頼を築くのは時間がかかるが、怒らせるのは一瞬である。信頼を築くのは一朝一夕にはいきません。じっくりと時間をかけて築くものです。ですが、信頼を崩すのも一瞬でできます。それほど信頼というのは脆いものなのです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。